担当名、国光ら穴、金無し青葵門山、薪愛口腰佐の美術館は、静岡県三島市中田町にある私立の美術館。運営主体は、公益財団法人佐野美術館。1966年に佐野隆一の寄付によって設立し、現在は公益財団法人佐野美術館が運営している。日本刀、陶磁器、青銅器、混動物、同郷、 農面、絵画、書などの美術工芸品が収蔵されており、特に日本刀のコレクションで知られる。敷地内には、龍泉園と呼ばれる、海遊式の日本庭園があり、遊水が四季変わらず湧いている。この庭園は、昭和初期に佐野竜一が作らせたもので、佐野の没後、遺族により、当館に寄贈されたものである。1997年、 龍泉園の表門と園内の日本家屋が登録有形文化財に登録された。展示方法は年数回の展覧会と刀剣等の常設展示を組み合わせている。主な展示スペースは展覧会用となっており、常設展示スペースは少なめとなっている。展覧会は絵本原画から刀剣まで幅広く行っており、展覧会の内容は 佐野美術館ホームページで確認することができる。入館料は展覧会によっては変動するが、おおむね1000円となっている。昨今の展示の目玉として、瞑想ロ老ギレが年数回展示され、いわゆる刀剣女子の人気を集めている。ありがとうございます。